東京ディズニーランドとディズニーシーは緊急事態宣言が解除される10月1日から1日の入園者数の制限を緩和し、原則5000人から1万人に増やします。時短営業は続けます。東京ディズニーランドとディズニーシーを運営するオリエンタルランドは、営業時間について緊急事態宣言が解除された後も午前10時から午後7時までの時短を当面続けると発表しました。一方、入園者数は制限を緩和し、これまでの原則1日5000人から1万人に増やします。酒の提供については、認証が取得でき次第再開する方針です。